助演男優賞は吉沢亮さんです。吉沢さんは人気コミックを実写化したキングダムで二役を演じ分けました。壮大な歴史ロマンで迫力満点のアクションシーンはお見事でした。吉沢さん、ステージへどうぞ。賞状の授与はデイリースポーツの原田智也記者です。賞状、第62回ブルーリボン賞助演男優賞、吉沢亮殿、あなたはキングダムで主人公の幼馴染で親友の少年と瓜二つの王の二役を務め、奴隷と若き王様という全く別の役を見事に演じ、作品に力を与えました。よってこれを賞します。令和2年2月18日東京映画記者会、おめでとうございます。本日はこのような歴史のある、ちょっと低い、何かですか？低い、あ、はい、ありがとうございます。すいません、本日はこのような歴史ある、素晴らしい賞を、いただきまして本当に光栄に思っております。そしてやっぱりこのキングダムという作品でこの賞を取れたというのが、何よりも嬉しくてですね、本当にあのこのキングダムという作品を、撮影している時も、キャストの皆さんもスタッフの皆さんもものすごい熱量で、もちろんどの現場でもあの本気なんですけど、特にこの作品はもう誰一人こう手を抜いている人がいないというか、こう全員が本当全身全霊で挑んでいるっていう、みんなが絶対にいいものにしてやるっていう熱量で挑んだ作品でもあったので、このような結果としてあのたくさんの方に愛していただいたり、このような賞をいただけたりっていう結果として出たっていうのがすごく嬉しく思っております。これからも精一杯役者としてもっと成長できるように頑張っていきたいと思っております。本当にありがとうございました。おめでとうございます。盾のシーンがなんかすごく大迫力でしたけど、はい、あれどのぐらいリハーサルしたの？リハーサルは、撮影入る2ヶ月前ぐらいからそれこそ主演の山崎賢人君と2人で、合わせたりはしてましたね。2ヶ月前。はい、そうです。すごいですね。ありがとうございます。はい、本当に二役別人のように見えたんですけれども、ありがとうございます。なんか何を一番意識したとかあるんですか？意識したことといえば、まあ、いろいろあるんですけど、一番は目の動きですかね。やっぱりその目力とか、あと見てる目線の動きとか、そういうのを一番意識したかもしれないです。なんか拝見させていただいて、私も賢人君とご一緒したことあるんですけど、なんか何度かご一緒させていただいて、今まで見たことがないすごい野生的な目になってらっしゃって、うん、吉沢さんもなんかそういうなんかすごい気迫みたいなものを感じて、相当現場で皆さんこう追い込まれてやってたんだろうなっていう熱量をすごく感じました。そうですね、まあ、ケントはそれこそもう本当に奴隷の役だったので、もう体もかなり絞って、もう食事もかなり制限してやってましたね。はい、どれぐらいで撮影してたんですか？期間的には2ヶ月間ぐらいですかね。1ヶ月間中国で撮って、あと1ヶ月間あの日本のそういう、もう奥地みたいなところでやってました。壮大ですね。すごいですね。はい、大河の主演も決まって、そうですよね、今乗りに乗って、何年か前さらば、あ、はい、危ない映画でお世話になりました。ご無沙汰しております。ありがとうございました。はい、僕はあんまり共演する時間、ほんの一瞬だけだったね。もうほんの一瞬の、はいはい、あとは京様とずっと一緒で、そうです、ね、いじめられなかった？大丈夫？いやもう全然、はい、もう素晴らしい方でした。はい、はいはい、もう少しあの時ごますっときゃよかったなと思って、はい、本当におめでとうございます。おめでとうございました。